龍が如く一心極み、やっていきましょう。寺田屋の中を少しうろうろしていたら、どうやら困ってる人がいそうだったので、ここからやっていきましょう。うわ、もうダメだ。なんだ。この部屋の中から聞こえたようだが。入りましょう。ひょっとすると、この部屋の中で何か大変なことが起きているかもしれない。おい、大丈夫か？部屋に入るぞ。さあ、何が待ち受けているのでしょうか。はあ、もう無理だ。死ぬしかない。何？おい、気をしっかり持て。何があった？あなた誰ですか？お前と同じこの旅館に泊まっているものだ。もしかして私、うるさかったですか？すみません。もう死ぬしかない。いや。死ななくていい。それより何かあったのか、ずいぶん追い詰められているようだが。それは、物語の内容が決まらなくて。うん？物語？申し遅れました。私、物書きをしています。夏見創作と申します。ほう？物書きなのか。すごいな。いえ、本当に大したことはないんですよ。現に今、読み本にするための物語を書いているんですが、完璧に筆が止まってますからね。ああ、締め切りまで間もないというのに、まだどういう物語にするかすら決まっていない。若干顔が似てるな、漱石に。はあ、もう死ぬしかない。死んで詫びるしかない。印刷屋さんごめんなさーい。文豪の葛藤。なるほど。それで大声を出していたのか。お願いです。何か助言をしてくれないでしょうか。俺がか。もちろんですよ。宿泊仲間さん。斉藤だ。あいにくだが俺は物書きに助言できるほど文章に精通していないぞ。いえ、そんなに深く考えないでください。物語の方向性を決めるきっかけのようなものがもらえたらな、くらいに思っているだけなので。ずいぶん下に見てるじゃねえか、おい。きっかけか。こういう物語にしようっていう案が頭の中でぼんやりとは形になっているんですけど、文章にするとなると決定打が足りなくて。その案っていうのはどういうものなんだ？この物語は人間ではない動物が主人公で、そいつの一人称視点でお話が進行します。なるほど。動物が主人公の話なのか。動物の目線で人間の生活を見るので、普段私たちが当たり前のようにやっていることも、動物にとっては珍妙で面白く表現できるかと。しかし、肝心の主人公を何の動物にするかで、ここ数日ずーっと迷ってるんです。作品の題名は、私目は〇〇でございますにしようと思っているんですが、肝心の〇〇に入る主人公にする動物が決まらなくて、大喜利見たくなってきたな。主人公にする動物か。主人公の動物を何にすればいいか、斉藤さん、思いつきませんかね。猫がいいんじゃないか、負け犬なんてどうだろう。いやしい豚しかないだろう。これは何だろう、本当にそれでいくのかな。いやしい豚にしてみるか。いやしい豚しかないだろう。豚？なるほど。しかもただの豚ではなく、いやしい豚ですか。そうだ、ひとひねり加えている。いい案だろ。ということは題名は、私目はいやしい豚でございますになるのか。なんだかとってもその、ハレッジですね。そうだな。ああ、でも、迷ってる時間なんてない。当初のものとは少し話の内容が変わりそうですが、癒やしい豚で行くしかない。不安はありますが、これから一気に書き上げねば。死ぬ気で頑張りますよ。死なない程度に頑張れよ。敵
適当なこと言って、龍馬。行きましょう。今からムクロガイへ向かうのですが、ちょっと街を一周してきます。お、ありました。小牧のじいさんか。うわ。そんなふぬけに育てた覚えはないわ。出て行け。もう顔を見せるでない。いた、いて、てて。話を聞こうか。はあ、どうした、大丈夫か。あ、はい、すみません、お騒がせしてしまって。いや、それは構わんが、まったく本当に先生は分からずやだ。全然時代の流れが分かっていない。先生、親子喧嘩じゃなかったのか。ああ、いえ、私はそこの道場で稽古を積んでいる門下生なんですが、先生と意見が合わず口論に。先生は古武術小牧流の東大の師範で、私はそこで子供の頃から稽古を積んできたんです。小牧流、聞いたことないな。そうですよね、小牧流は徒手空拳での体術を基本とした武術です。剛腕の剣客が町をかっ歩し、銃すらも懐に忍ばせるこんな時代に、素手で一体何ができるって言うんだ。稽古の本質自体は武器があろうがなかろうが変わらんと思うぞ。それはそうかもしれませんが、現に道場の門下生は減る一方、運営がままならなくなってきているんです。先生の信念もわかります。でもそれで道場が潰れてしまっては元も子もない。なるほどな。お前の言い分も師匠の言い分もどちらも一理あるですよね。そう思いますよね。小牧流は本当に素晴らしい流派なんです。一人の弟子として私もここで潰したくはない。勝手なお願いですが、ここまで聞いていただいたのも何かの縁だと思います。一緒に先生を説得してください。さあさあ、こちらです。おい。トントン拍子で話が進んでいくね。自ら首を突っ込んだんだから、最後まで責任を持って相手しないとダメだぞ、龍馬。先生、やはり私は納得できません。バッカモン、バッカモン、お主の顔はもう見たくないと言ったじゃろうが。しかし先生、しかしもしめじもないわい。お前には小牧道場の敷居をまたぐ資格はない。今すぐ出て。ん？誰じゃそいつは。この方は私の小牧流に対する思いを聞いてくださった、斎藤はじめだ。そう、斎藤さんです。この方は我々小牧流にとって、通りすがっただけの無関係の人間だ。そう、無関係、全く関係のない人なんです。って、お主は人様にまで迷惑をかけおって。ああ、いや、そんなつもりじゃ。斎藤殿と申したか。我が弟子の非礼を許してくれ。わしの名は小牧宗光と申す。小牧流の現継承者であり、ここ小牧道場の師範をやっておる。こんなところに道場があったなんて全然知らなかったな。ほら先生、やっぱり知名度が足りなさすぎるんですよ。やかましいわ、コッパが。それより斎藤殿、お主相当の手だれと見受けるがいかがか。え？さあどうだろうな。剣の腕はおそらくどこぞの流派の回転を取るほどの格じゃろうな。それ以外の獲物も扱える受けの広さも感じる。ちょうどいい、斎藤殿、お手数かけるが、そこの弟子と手合わせ願えまいか。え？え？私が？斎藤さんと手合わせ？そうじゃ、お主は小牧流に剣を取り入れろと申したな。では暴徳を持つとよい。斎藤殿は素手じゃ。ん？どういうことですか？なるほどな、そういうことか。じいさん、あんた相当冴えてるな。話についていけないんですか。乗りかかった船だ。一本だけ付き合ってやる。
やってみればじいさんの言いたいことがお前にもわかるはずだ。やはりわしの目に狂いはなかったようじゃな。では、はじめ。稽古つけてやるか。わかりました。はい。R の攻撃を連打。ラララララララ。おお、すごいすごいすごい。こんな攻撃あったのか。素晴らしい連撃だ。そんな、斎藤さんは剣客のはず。真の強さとは武器の有無など関係ないのじゃ。工房筆を選ばず、というが、そこには指で砂に字を書くことも入るのじゃよ。お前の言うことはよくわかる。だが、一つだけ見誤っているようだ。このじいさんは、おそらく剣を使わせたとしても、そこら辺の剣客に負けないほどの腕前だろう。え？え？そうなんですか、先生。その中で、あえて徒手空拳を軸にしている。そこには大きな意味がある。それを弟子であるお前にじいさんは分かって欲しかったんじゃないのか？皆まで言うでない。こやつのためにならぬ。もしかして私は、先生に大きな恥をかかせてしまったのでは？何かに気づけたのであれば、稽古に励むのじゃ。修行の先に、お主の得るべき答えがあるじゃろう。はい。斎藤殿、面倒をかけてすまなかったな。改めて礼を言うぞ。通りすがったついでだ。構わないさ。見ての通りの貧乏道場。何も譲り渡すことはできぬが、もしまた足を運んでくれたのであれば、お主に小牧流の技を手ほどきしようぞ。弟子でもない俺に技を。それは武人にとっては最も高価な贈り物だな。お主にさらなる力は必要ないかもしれんが、その筋の良さを眠らせておくのはもったいないからの。面倒をかけた弟子の成長も見てやってくれ。わかった。時間がある時にまた顔を出そう。うめ、待っておるぞ。これもちゃんとやった方がいいよな。ちょっとやっていこうか。おう、よく来たの。稽古をしていってはどうじゃ？どうするか、稽古をしていく。よかろう。では準備をするとしよう。まずは徒手空拳での基本の立ち回りじゃ。まあ、これはちょっと飛ばしてやっちゃいますね。その危険を減らすためには、敵の攻撃を確実に避ける必要があるのじゃ。そこで今回教えるのは、小牧流、だるまよけじゃ。弟子たちには木刀を持たせ、とにかくお主を襲うように指示しておる。しっかりと攻撃を避けつつ、攻撃に転じるのだ。なるほどな。わかった。では準備は良いな。はじめ。技を覚えられるんだよね、これ。技が多いに越したことはないからな。空いた時間でやっていきましょう、これも。避けてこう。OK。だるま避け、習得。そこまでじゃ。封印が解かれた。なるほどね。根気をはめることで習得できる。ああ、見極めが難しいが、鍛錬して物にできれば立ち回りが楽になるな。うむうむ、やはりお主は飲み込みが早いの。またここへ来れば新たな技を授けようぞ、待っておるからな。せっかく技をああ、そっか。すぐには無理なんだな。うん。わかりました。ちょくちょく来るわ、じゃあ。出ましょう。ちょいちょい顔出そうかね。さあ、引き続き見ていきましょう。福引き券。捨てるなよ。だから。福引き引いとこうかな。みんな捨ててて可哀想だからな。盛り上げるね、相変わらず。精一杯盛り上げてくれてるんだけど、目が死んでるぞ、お前。捨てられていることうすうす気づいてるな、お前。なあ、おい、応援してるぞ。残念、これいいものですよ。
また来るよ。そこら辺に落ちてるから。さあキュウリ一本だけ買いましょう。お？ん？毎度あり。ん？お客さん、うちで買い物するのは初めてかい？ああそうだ。ああそうかい。ならお近づきの印に。はい、おまけ持ってけ。ドロボー。じゃがいも3個、大根3本、トマト3個を手に入れた。何？太っ腹だね。こんなにいいのか。キュウリ一本買っただけだぞ。割に合わねえだろ。いいのいいの、その代わりうちの店のことをこれからよろしくね。また来ておくれよ。商売上手だな。分かった、また利用させてもらう。とはいえあげすぎだけどな。まあでもこういうお店はまた来たくなるよね。うん、本当に商売上手だ。行きましょう。お、なんか盛り上がってんな。ええじゃないか、ええじゃないか。見よ。なんだこの集団は。ここからだとよくわからないな。前に回って見てみるか。大立ち回りがあった。質屋？何してんの？ん？ええじゃないか、ええじゃないか。よい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 。どうした？ご機嫌じゃねえかよ。何なんだあれは。冷静に言うな。めちゃくちゃ冷めてんじゃん。ああ、あれはええじゃないかだよ。ええじゃないか。うん、最近各地で突発的に起こっているんだ。何でも世直しを訴えるための民衆の運動が始まりだそうだ。サブストーリーかこれ。ほう、世直しか。確かにこの社会は何かと民衆には生きづらいからな。そういう運動が起こるのも致し方ないだろう。まあね。でも最近はちょっと質が変わってきているみたいなんだよね。質が変わってくる？どういうことだ？まあ最初は純粋に世直しを訴える運動だったみたいなんだが、途中からそれを真似る連中がたくさん出てきてね。結果ただのバカ騒ぎになってしまっている場合が最近はほとんどなんだ。しかも悪いことにそのバカ騒ぎに便乗して窃盗や暴力を行う奴らも出てきていてね。俺たち商人はかなり迷惑してるんだよ。そうなのか。それは許しておけんな。あ、そう言ってるうちにほら、やめてください。勝手に商品を持っていかないでください。いいじゃないか、これくらい。世直しじゃ、世直しじゃ。そうじゃそうじゃ、世直しじゃ。ええじゃないか、ええじゃないか。全然世直しじゃないですよ。迷惑です、やめてください。世直しを履き違えているな。好き勝手させるわけにはいかん。おい、お前ら何がええじゃないかだ。窃盗が許されるわけないだろう。ん？なんだこのお侍さん。助けてください。まあまあ細かいことはええじゃないか。そうそう、ええじゃないか、ええじゃないか。おいお前ら。ええじゃないか、ええじゃないか。いいわけないだろう。ええじゃないか、ええじゃないか。ええじゃないか、ええじゃないか。なんでだよ。ええじゃないか。どうしてそうなる。ええじゃないか、ええじゃないか。ちょっと止めてくれるんじゃなかったんですか。いかん、流されるところだった。なんとも恐ろしい踊りだなこれは。なんだよ、ノリの悪いやつだな。せっかくの気分が台無しだぜ。な、こいつ、やっちまおうぜ。ボコボコにしたって、ええじゃないか。やかましいわ。立ちの悪い男。やっちゃいましょう。はい、オッケー。ピストル便利だわ。侍としてあるまじき行為ですけどね。強すぎる。
もっと痛い目に遭わせてもいいんだぜ。どうする？続けてやろうか。ええじゃないか。じゃない、よくないです、ごめんなさい。ありがとうございました。おかげで助かりました。ええじゃないかも、今回は収まったようです。これはお礼です。どうぞ。精巧な歯車。とりあえず一安心だな。はい。でもええじゃないかはいろいろなところで起きているんです。またいつ起きるかわからないですし、不安ですわ。確かにあの踊りには不思議な力があるな。いつ被害が出るかわからん。見つけたらなんとか沈めるようにしなければ。っておい。中毒性が高いな。あの龍馬が踊っちゃうからな。さあ戻ってきました。またいるよこいつ。調子はどうだ？あなたは？お願いです。あなたの釣った魚また譲っていただけませんか？何？まだ奥さん、あんたが釣りをすること許してくれてないのか？そうなんです。この前魚を釣って帰ったのは、まぐれあたりだと思っているみたいで。もう奥さん全然信じてくれないじゃん。実際はあなたからいただいた魚を持って帰っただけなので、まぐれよりひどいんですが。お前、前と同じこと言ってんな。まあ、乗りかかった船だからな、しょうがない。ああ、やるよ。何を渡そうか。ちょうど鮎持ってるわ。これでいいか？おお、これはまた息の良さそうな。まあ、魚屋で買ったばっかりだからな。うん。いや、いいんだ。お前もはや釣りやってねえだろ。俺が魚持ってくるの待ってるだけだよね。あの野郎。もう行きましょう。うん。お客さん準備できました？ああ、大丈夫だ。ああ、大丈夫だ。ほな、船の準備してきますわ。頼む。せやけど、アンさん、ムクロガイなんかに何の用でっか？お呼びがかかってるんだな。お呼び？ほな、やっぱり遠くから見るだけですまんのでっか？ああ。ああ。人に会うことになった。ま、そんなとこや思ってましたわ。そういや、なんでムクロガイって呼ばれてるか知ってまっか？だんまり。ほんまは六門町っていう土地なんですけど、かなり昔に落外で一番大きなお寺があったらしいですわ。うん。そこに高名なお坊さんがおったようで、富士の病にかかったもんや夜逃げしたもんを大勢世話しとったようです。それから数年後にどうやら流行り病がそこで見つかったようで、お寺の住人みんな土に埋められたらしいんですわ。なるほど。それで実際あそこの土掘り起こしたら山ほど骨が出てくる。それでムクロか。で通称ムクロガイって呼ばれるようになったんですわ。おほう。今じゃ無法者のたまり場です。アンさん、長いはせん方がええで。わかった。そろそろ見えてきましたね。ああ、着いたね。いや、また雰囲気があるね。手間かけさせたな。お帰りはどうなさります？なんとかする。あんたは帰ってくれていい。へい。荒くれ者が多そうだな。この野郎、早速やってるわ。
まあ、放っておけないよな。おい。お前何こっち見てんねん。ぶっ殺されたいんか。止めに入るよ。弱い者いじめは良くねえな。まとめて相手してやる。かかってこい。ええ、度胸やな。殺したるわ。恐ろしいけどな。うん。めちゃくちゃなこと言われてるけどな。自分から絡めに行ってるからな。OK。連達。百戦錬磨。すまへんでした。もう、こないなことせえへん。助かってよかったね。絶対にするでしょうけどね、こいつらは。あってもやらん。ここに何の用だ。来ましたね。有賀に置いてけや、命は勘弁してやってもいい。腰の門を捨てろ。俺は坂本龍馬だ。編笠の男に呼ばれてきた。孫男はわしの客ぜよ。こんなところで何をしているんだ伊蔵は。なるほど、お前だったのか、伊蔵。兄弟も一緒ってことか。さあな。伊蔵、ちょっと刀がすごいことになってる。一年前のわしとは一味違う。刀からのオーラがすごいぞ。行くでよら。この武器強いからすぐ勝てるんじゃないこれ。特殊な構えしたな。やってやるぜ。ほっ。OK。やはりこの武器が強いですね。助かるわ。一年前の剣とは殺気が違う。土佐抜けてから大勢切ってきたということですか。さあな。どういうつもりだ。何の真似だ。今のあなたをこの目で確かめる必要がありました。前だって勝ったろ。一年ぶりに会う人間をそのまま竹地先生の元へは通せませんき、ご無礼をお許しください。目がそう言ってねえぞ。やっぱり兄弟もお前と一緒に今日に来てんだな。ええ、ですが今の先生は例の新選組にしつこく狙われる身。うん。人目をはばかっております。来てるんだね。兄弟はどこにいる。このムクロ街の一番奥で筆頭をお待ちです。案内しちゃもらえないのか。ええ、わしは今もあんたが嫌いですき。でしょうね。なるほどな。なるほどな。この奥に兄弟がいるのか。しかし今日の一角とは思えん町だな。ここなら思わぬ発見もあるかもしれないな。ぐるっと回ろうかな。何かあるかもしれないからね。さあこっちは何かありそうだぞ。避けないんか。
か書いてあるな。腕に自信がある者は闘技場へと書いてある。闘技場か。時間があったら寄ってみるか。まあ、進もうかな。お？おい。そこのお侍さん。本当によく絡まれる。痛い目見たくなけりゃ金目のもの置いていけや。俺は極悪非道、醸造天狗の相模じゃ。さっさと出すもん出した方がいいぜ。醸造天狗、知らねえな。邪魔だからどいてくれ。おいおい、知らなければ素通りできると思ってんのか？その刀をしまえ。抜くならこっちも黙ってはいられんぞ。いい度胸してやがる。醸造天狗の名前、メイドの土産にしっかり覚えていきやがれ。ってことは今後も戦うのかな、こいつらと。オッケー。ああ。いいですね。もう終わりか。くそ、こいつ強え。覚えてろよ。待ってくれよ。チンピラだろ、ただの。何者なんだ、あいつら。お侍さん、お強いんですね。ん？あの天狗面の人たち、最近ここら辺で悪さをしている野党なの。追い払ってくれてありがとう。いや、礼はいらない。お前は？よかったら少し私の話を聞いてもらえませんか？どうするか。話を聞こう。ああ、話を聞こう。ここらを歩くたびにあんな連中に絡まれてたら面倒この上ないからな。うん。本当にその通りね。ただ彼らに限ったことではなくて、最近京の街がどんどん荒れ始めているの。そこで私の父である立花源十郎が有志を募って町人たちと自警団を作ったの。自警団の名前は立花組。私はその立花組で働いている松っていうの。みんなお松って呼ぶわ。なるほどな。それで頼みっていうのは。詳しい話は詰め所でするわ。この近くにあるのついてきて。詰め所。仕事受け負い人か。何やら物騒な連中がいるな。みんな立花組で働いている人たちよ。彼らはみんな今日の平和のために頑張ってくれているの。立花組には悪い人の取り締まりはもちろん、用心棒や見回りみたいな依頼も来るから、彼らみたいな屈強な人たちがどうしても不可欠なの。そこであなたにもそのお手伝いをお願いできればと思って声をかけたのよ。詳しい説明をするからこっちに来て。うん、ここはご依頼掲示板といって、今あるお仕事、依頼が張り出されているの。依頼は町の人たちが困っているのを助けたり、悪人たちを懲らしめてくれといったものが多いわ。その依頼を達成すれば相応の報酬がもらえる仕組みよ。ああ。なるほどな。立花組は町の人たちの頼みを聞く仲介所ということか。ええ。そういうこと。依頼を解決すればそれだけ今日の町の平和を守ることにつながるわ。どう？ぜひあなたにもお願いしたいんだけど。なるほどな。ここには裏の情報がいろいろと集まってきそうだ。探している情報が手に入るかもしれない。わかった、協力しよう。よかった。さっきの天狗面の男たちもそうだけど、最近悪党たちの中にも腕の立つ人が増えて、仲間が返り討ちに遭うことが多くなっちゃって、それであなたのような強い人をずっと探していたの。あいつら確かに骨のある奴らだった。一体何者なんだ。醸造天狗、棟梁、醸造を筆頭とした山賊集団。醸造でいいのかな？醸造かな？噂によると、新選組だとか上位だとか、争いの絶えない京の町の混乱に乗じて金品を奪ったりしているの。大義名分なんか欠片もないただの悪党たちよ。迷惑な話だな。詳しくは掲示板を確認してみて。ちょうど依頼が来ているはずよ。わかりました。依頼をね、掲示板をちゃんと確認して、準備を整えてから挑みましょうと。わかった。
認だけしておこうか。依頼書は一つ。天狗面の男、報酬2両。出ましょう。もうないかな、何も。ん？なんだ？なんだあれは。なんでこんなところに大砲が。ミニゲームかな。あいつに聞いてみるか。こいつもちょっと癖があるな。あれはすごい大砲だな。あんたのものか。そうだよ。お？私が作ったんだ。作った。あんた何者だ。僕はからくりを研究しているしんべヱ。でもいろいろからくりを作ってきたけど、今回はとんでもないものを作ってしまった。え？普通の大砲じゃないのか。それが全然普通じゃないんだ。最近は戦場に銃や大砲が導入されていて、侍の力があまり必要とされなくなっていると聞いてね。だから侍の力を鍛えるためのからくりを考えていたんだ。あれがそうなのか。ああそうだよ。ん？ふむ、君よく見るといい体しているな。もしかすると君なら耐えられるかもしれない。何？どうだ？よろしければ試しにやっていかないか。その名も大砲玉さばき。一体どんなものなんだ？一度やってみればわかるよ。危険すぎて誰にも頼めず困っていたんだ。協力してくれればお礼もするよ。どうするか。試しにやってみる。俺はやるぞ。ああ、やっていこう。どんなものなのか興味がある。え？本当か？これでやっと実験ができるよ。では刀を持って早速そこの川辺に立ってくれ。ああ、わかった。切ればいいんだね。オッケー。弾を切るか撃つかの2択。なるほど。いいですね。上級までかな。じゃあ次、単銃の型やろうかな。これも初級、中級、上級ってあるんでしょう。サクサクいっちゃいましょう。いいですね。クリアだ。素晴らしい。私の発明が正しければ、君は刀や銃を持っていれば、大砲が相手でもひるむことはないだろう。何？何だと？いや、君がいてくれてよかった。他の誰もが挑戦しては散っていったからね。そんな鋼の精神を手に入れた君に、もっと過酷な弾を導入してみたんだ。その名も、鳩玉と鳳凰玉。なんだそれは。まあまあ、百聞は一見にしかず。挑戦していってくれ。見事耐えられればいいものをあげるからな。ここまで来たらやるか。さすがに大砲相手には勝てないだろうが、危険に見合う手応えは感じるな。やっちゃいますよ。どっちもあるんだよね。おまけか。何？何が来るの？待って。うわ、これ。めちゃくちゃだな、こいつ。これは難しすぎるぞ。ものすごい発明家だよ、ある意味。OK。難しい。天才だよ、お前。素晴らしい。いいもんもらえたわ。単純の方もやっちゃおう。これで本当に終わりだな。なるほど、同じか。オッケー。集中した。からくり細工やり尽くしたぞ。さあ、もう進んじゃっていいかな。
ここだよね。兄弟がいるのか。兄弟なのか。よう、久しぶりだな。見違えたな。ああ、伊蔵が試すような真似して悪かったな、龍馬。今今日の町で人に会うのはえらく用心がいるんだ。いや、それより兄弟はいつ今日に。何言ってんだ。お前が来るよりずっと前からだよ。何？話を聞こうじゃないか。もっと行け、龍馬。お前と飲むのも久しぶりだ。今京にいるってことは、まさか兄弟も土佐を脱藩したのか。どっちなんだ。あれから土佐で何があった。おやっさんが死んだあの日から。まず言っておくが、俺は土佐を抜けたわけじゃない。何？それどころか身分を格上げされたんだ。ああ、そうなんだな。格上げ？ああ、今の俺は土佐藩京都留守役だ。白札格子から上司に格上げされた上でな。偉くなったんだ。あんたが上司にだと。全ては1年前、お前が土佐を抜けてまで俺を救ってくれたおかげだ。金の戸は生き残り、それを後ろ盾に俺はあの土佐の老人たちと手を組んだ。何だと。何？それじゃ兄弟はおやっさんを殺した黒幕かもしれない連中に頭下げたってのか。龍馬のスイッチ入ったよ今。ああ、そういうことになるな。聞いてくれ、龍馬。今重要なのは土佐だけのことじゃない。俺は日本全体を変えなきゃならねえと考えてる。つまり倒すべきは土佐藩よりもそのさらに上で階級支配をする徳川幕府だ。それはわかるが。幕府を倒す。ああ、それが俺とおやっさんが目指した先にあるもんだ。犯人はどうするんだ。だから俺は土佐の老人たちに下ってまでこの京に来た。龍馬よ、これから時代を動かすにはやはり帝のいるこの京だ。幕府を倒そうって勤皇の志士たちが日本各地から集まっている。彼らは帝を中心として倒幕勢力を増やそうとしているんだ。それこそが勤皇なんだよ。兄弟は本気でそんなことができると思っているのか。ああ、だが俺だけじゃない。おやっさんもできると考えていた。徳川300年の階級支配は衰え始めている。黒船の脅威が日本中の勤皇志士を奮い立たせたんだ。今しか幕府を倒す機会はない。俺はなるよ。今日に来て以来倒幕に向けた朝廷工作を仕掛けてる。おかげで幕府は俺を見つけて殺そうとは気だよ。それでこんなとこに隠れてんのか。まあな。だがそれより龍馬、お前はこの一年どうしてたんだ。探してたよ。俺は今もおやっさんを切った覆面の男を探している。あの時のあいつの剣さばきを手がかりにしてな。あの剣の達人だったおやっさんを切るほどの腕。そのくせ
主だった大流派にはない剣筋、それでたどり着いたのが天然理心流だった。天然理心流、江戸近くの司令館という道場でのみ伝承された流派だ。使い手はそう多くはない。そして今日その流派の人間の所在が分かった。どこなんだ。新選組だ。新選組局長近藤勇が今の天然理心流宗家だ。新選組だと。それじゃあ、あの近藤勇が土佐まで来て親さんを殺したってのか。いや、天然理心流の使い手は近藤一人じゃない。新選組幹部の大半が天然理心流の使い手なんだ。俺はその中に例の覆面の男がいると見ている。なるほどな。だから俺はそいつを見つけ出すために新選組の懐に入り込むつもりだ。それしかないもんね。なんだと。龍馬、お前は何て言った。俺は新選組に入隊する。お前、自分が何言ってるか分かってんのか。もう決めたんだ。情報屋を使って調べられることは全部調べた。そうだ。この先覆面の男を追うには他に手がない。ダメだ、危険すぎる。お前は俺と一緒にいるんだ、龍馬。今の俺の力ならお前が土佐に戻れるようにもできる。もうこれ以上おやっさんを殺した犯人を追う必要はない。は？復讐は忘れろ。何を言ってんだ。それに新選組に入ったとしてどうやって覆面の男を特定する。顔もわからん、声もわからないんじゃどうしようもねえだろう。一度は命をやり取りした相手だ。そいつと生き死にかけて切り合ってみりゃわかるはずだ。何意地張ってるんだ龍馬。考え直せ。金の堂に戻って俺と一緒におやっさんの志を引き継ぐんだ。おやっさんだってお前にそれを望んでるはずだ。おやっさんはお前に言ったはずだ。俺と一緒に土佐を変えてくれと。言いたいことはそれだけか、たけしさんよ。今のあんたを龍馬、兄弟とは呼べねえよ。どんな理由があろうと俺はおやっさんを殺したかもしれねえ奴らと組む気はねえ。なんだと。あんたは目的のためなら誰とでも組んでどんな手でも使うってのか。龍馬、土佐を変えるにはまず幕府を倒さなきゃなんねえんだ。一介の豪士がそれをやるには手段なんか選んじゃいられねえ。そんなこと土佐人のお前ならわかるだろう。そんな話してんじゃねえよ。死んだおやっさんに胸張って土佐変えるために頑張ってますって言えるのかって聞いてんだ。あちぃ。どうなんだ、答えろ。たまんねえな。俺はおやっさんに胸割れるさ。晴れんのかい。何恥じることなく堂々とな。なんだと。逆に聞くか、お前がしてることはそんなに誇らしいことなのか。龍馬、今さらおやっさんを殺した犯人を見つけ出したとして何になるんだ。そんなことをしておやっさんが喜ぶことでも思ってんのか。そういう問題じゃねえだろう。そんなことだと。ああそうだ、おやっさんはな、新しい時代を託すため俺たちを導いてきたんだ。自分が死んだ後の復讐のために俺たちを育てたわけじゃねえだろう。違うのか龍馬。分かり合えねえよ今のお前とじゃ。意地になるな。俺らがすべきことはもっと他にあるはずだ。じゃあ忘れろっていうのか。あんたはおやっさんを殺した奴のことはもうどうでもいいっていうのかよ。
俺だって忘れられるわけがないさ。だがもっと大事なことがあるというだけのことだ。今度会うときには兄弟って呼べないほどあんた遠くに行っちまってるかもしれないな。龍馬、俺はあんたみてえに人間が器用にできちゃいねえ。おやっさんが誰になぜ殺されたのかをどうしても知る必要があるんだ。そうしねえとそれが分からない限り前には進めねえんだ。ほら、一歩も前に進めやしねえんだ。そうだよな。ここで終わりか。第2章、斎藤はじめという男、面白かったですね。次回は第3章やっていきましょう。高評価とチャンネル登録も励みになるのでぜひお願いいたします。まあここまで見てる方はチャンネル登録は多分してくれてるでしょう。ここまで見てチャンネル登録してないことはないでしょう、さすがに。はい、なので高評価だけお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。